客から買い取った家電製品などを生まれ変わらせるリユースの専用工場が新たに完成しました。こちらでは中古の洗濯機を分解したり、また一つ一つ手作業で洗うなどの作業を行っています。大手家電量販店のヤマダホールディングスが群馬県に新たに作ったリユース工場では、中古の冷蔵庫と洗濯機の洗浄や修理、動作確認を行います。工場にはおよそ7000台の保管が可能で、洗濯槽や冷蔵庫のドアなどは取り外して内部まで洗浄します。リユース製品は保証をつけて、ヤマダグループの全国におよそ90あるアウトレット店舗で売り出します。短い期間使ってみたい、そしてできるだけお値頃品でいいという新しいお客様のニーズを開拓することができたと。リユース市場は2025年に 3.5 兆円に拡大するという推計もあり、ヤマダホールディングスはこうしたリユース製品を2025年度に30万台まで増産する計画です。